いらっしゃいませ。ちょっと待って、本当に。マジですか、これ。すごいですね。ここにずっといるんですか。これが売りです。特製うんこ味のカレー、でっけえの一つと、ライスを、のちゅう、もう一つ、お願いします。さあ、皆さん見てください。特製うんこ味のカレーです。でっけえのを注文しました。もう電気から溢れ返りそうです。匂いの方からちょっと、スーパーブライト一番絞るどっちですか。嗅いでみます。はい、想像したの負け。これ普通に食べる。私決めた。想像したの負け、はい、飲み込めない。もう飲み込めなくてよく噛んじゃうんですけど、逆に。あ、それ自爆です。超体力ですか。この黒いの何ですか。内臓ですね、サンマ。マジか。内臓をちょっと多めに入れてます。いや、マジでやばいやばい。カレー作ったの。なんで今日臭いが多いんだよ。6時に来たんですけど、6時45分です。食べないと帰れないですからね。地獄だ。ああ。本当ずっと言うと体にうんこの匂い染み付いちゃうんで早くした方がいい。そうなんですよね。それが一番問題なんですよね。思ってる人、絶対見てる人臭いからマジで。ほらでもほらほらほら、あとこんだけ気づけば。休憩します。一回容器が2種類あるんですよね。そうですね。でっけえの頼んだ人は和式か、まあこちらを選べるという。本当だ。で、洋式も和式もあってね、どっちでもいっちゃいいんですよね。
気分も味わうためということで。味のカレー食べてます。これを完食したらもう一度お母さんのカレー食べてもいいですか？例えば内臓の塊か、たまにめっちゃ戻る時があるんですよ。この一口食べて完食でいいですか？見せてください。ダメ、ダメ、汚い。あー、いいと思います、いいと思います。大丈夫ですよ。これ食べて、これ食べて終わり。もう、この、もう今何時間？1時間40分ほど、もうすぐで。今7時、7時半です。開店と同時に入ってるので、今1時間半経ってます。1時間半かけて、でっけえの特製うんこ味のカレーを完食します。この清水さんは夕方の6時から11時まで営業しているそうなので、でね、まあランチも、まあ、また始まるそうなので、まあ詳しくは清水さんのホームページを見て、はい、遊びに来たらいいと思います。大好き。